はいどうも。ふえらむねおまけ、専門チャンネル、毎日コリスです。すいませんね。なんか、長らくちょっとオープニングに付き合っていただき、僕としてもやっぱりね、あのー、このオープニング作ったからには、使いたいっていうのがあるんで、もう見飽きてると思うんですけどね。僕も、あの、編集してる時に、もう入れたくなかったんですよね。本当はこのオープニング。だけど、いや、作ったからには入れないとなっていうのがあって、まぁ、あ、ちょっと、 入れてますなんでそこら辺ちょっと本当にね、いつもすいません、数秒、数秒の間お付き合いいただいて、メカワンコを当てろということで、パート17ですかね、ちょっと今回は、あの、当てていきたいんですけども、17でもうだから結構、な、えっとね、うーん、70個ぐらい買ってんのかな、もうえラムネを。このメカワンコを当てるためだけに、で、開けていきます。で、 今回あの、メカワンコを狙っていくのはこの男の子用なんですよ。男の子用で当たるおまけなんで。で、この女の子用はですね、なんで買ったかっていうと、ちょっと久々に買いたくなったっていうので、別で開封動画撮るのもあれなんで、まあ一緒にメカワンコを当てろで撮ろうかなっていうので。<laughs> じゃあまずちょっと関係ない女の子用から開けていきますちょ。これマジで関係ないんですけど、久々だな女の子用。じゃあ開けていきましょう。 クッキーマンとか当たったらいいななかなか当たんないおまけなんでねでは参りますせーのこちらあーこれあれですねなんかクリップじゃないんですけどなんかこうつけるやつですねお音符の形のつけるやつが当たりましたこれもねそうだね久々に当たったね結構割とそうだねまあまあ出るかなこのおまけはねじゃあ2つ目開けていきましょう やっぱこう開封するのって楽しいよね何が出るか分かんないからさもうもう俺なんて本当にこのラムネ興味ないから <laughs> こうたまったラムネ食べきれないの全部あの後輩にあげてるんですけど喜んでみんなもらってくれるんでね、うん、僕はもうこんなんで血糖値とかあげたくないんで <laughs> もっとこううまいねなんかあのキットカットとか食いまくって血糖値あげるのはいいんですけどラ上ラムネでねっていうのがあるからね はい。じゃあ、2個目、女の声を開けていきます。せーの、こちら。お出たクッキーマンだやったークッキーマン、これなかなか出ないおまけですね。フェラムネのおまけで、そうですね。まあ、2番目に出にくいかなっていう、このクッキーマンシリーズね。うん。一番出にくいのは、この蝶々のおまけなんだけど、これ以前動画、 あげたんで、一番出にくいんじゃないかな、この蝶々っていうのでね。えまあ一応、チャンネル下の説明欄に URL 貼っておくので、よかったら見てください。じゃあ、関係ない女の子用開け終わったんで、メインの男の子用ですね。ここからメカワンコを当てろが始まるっていうね <laughs>。オープニングから女の子用開けて、で、やっと男の子用入るっていうもう、なんかわけわかんないんですけど、メカワンコ当てたいなら男の子用だけ買えよっていうね。男の子用のおまけですから。 はい、メカワンコはねじゃあ開けていきましょうもうねわかる今の軽さ的にメカワンコじゃないもう参りますこちらコマコマよく出るね笛ラムネのおまけで一番出るわコマ男の子用では間違いなく出る一番ね、うん、で外れめっちゃいらない ホマとか一番嬉しくないんだよな、うん、あの遊ぶ目的だったら一番遊べるよこれこうやってやって対戦とかしてでもこれとか遊び方わからないっつって一回廃盤になったことあるんだよね2015年ぐらいにクッキーマンの遊び方がわからないそのおまけに遊び方とか求めるなよって思ったんだけどそもそもね <laughs> 遊び方求めるんだったらそのちゃんと宝トミーとかのおもちゃ買いなさい うん、60円のさ、そんなはした金で遊び方わからないってダメよ、それ。かわいそうじゃん、コリスが。ねえ、フェラムネのおまけの会社、コリスさん。かわいそうだよね、本当に。<laughs> これは遊び方、もう100点満点なんだけど、遊べないおもちゃが好きだから、うん、こういうね。じゃあ、えー、ラスト、メカワンコが当たるのでしょうか。パート17。 えー、最後飾るのはどんなおまけか、参りましょう。せーの、こちら。うわあ、おおお新色だこれあの、コマ、ちょくちょく新色の色出るんですけど、このやつもね、えっとね、4ヶ月くらい前に新しく出た色なんだよね。で、これちょっと、新しい新規の黄色の色ですね。まあ、 このおまけ自体はめちゃくちゃ持ってるんですけど、何十個もね。下手したら何百個持ってるんですけど、新しい色が出るとやっぱ嬉しいね。じゃあこうやって最後ちょっとやるベイベレードみたいにさ、こうやって。あの、画面に映らないっていうね。決まってますから、この画角が。この中に収めないと。<laughs> ってことで、メカワンコを当てろ、パート17。えー、今回もですね、メカワンコ当てられませんでした。もう、 <laughs> これね <laughs>、この企画終わらせていいですかもう、あのー、新しい笛ラムネが発売するんですよ、3月から。ジャンピングコーラージュだっけなで、またそれで忙しくなるから、ちょっとね、メカワンコを当てろ、これね、あのー、ちょっとやめるかもしれないです。やめるというか、一時中断というか、そんな感じにしたいなとは思ってるんですけども、もう、メカワンコ、メルカリで、 えー、300円ぐらいで売ってるんで、それ買って終わらそうかなって。まあ、パート10いくつまで頑張ったんですけど、当たんなかったんでメルカリで買いましたっていうオチでいいですか <laughs> ちょっとね、あの、楽しみにしてた方は、申し訳ないんですけども、まあ、新しいジャンピングコーラに、こう、すべてを捧げたい毎日コリスですので <laughs>、ちょっと1に中断するかもしれないですね。はい。まあ、安いんでいいんですけど、1個60円なんでね。はい。じゃあ今回は、 えー、メカワンコ当てられませんでした次回いつあのやるか分かんないんですけど、まあ、また次回のねメカワンコー、えー、パート18か次回はねその時は当てたいですねついにねうんじゃあ、えー、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います最後までご視聴していただきありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いしますごご視聴ありがとうございまますす Twitter、セカンンドチャンネルやってます詳しくは 説明欄に記載してます。